大江氏は、日本の武家の姓の一つ。徳島県に特に多い。足利安氏の子、足利質疑が、尾張国山田に従したといい、質疑の子の剣士が、小笠原長級の娘と婚姻。孫の重氏が、尾張三郎と称し、小笠原氏と共に、阿波国に移住し、阿波国大成城の城主となったという。さらに、茂氏の子の春氏は、山田と改正し、 細川勇士の娘と婚姻。1340年に、阿波国三間軍貞光に入部した。一説には、初めの部分は明確ではないとしながら、清和天皇の早村、源三鶴の流れを組む終わりの山田氏の出であると、いい、小笠原氏と隕石関係を結び、さらに、細川氏とも縁組して、細川頼春が阿波国護を得た際、追従して、 阿わ国美馬軍さだに入部した、山田春氏に始まるとしている南海道阿波、経図研究の基礎知識家系に見る日本の、歴史マイナス1307ページ参照。山田春氏の子山田十字は、美馬黒大江門と称し、民部所有に任官され、細川頼幸に仕えた。後に、大江軍、飯尾村に移り、陰部神社の大宮寺の大江氏の女性となり、大江十字と称したという。 瑠代大、洋服家の親江氏と共に、阿波細川氏に仕え、大江地下氏から大江茂都氏の代までほぼ、島守を任官され、貞光、飯尾、森山村大和森藤など所領したが、阿波小笠原氏と婚姻関係が深くなり、また、戦国乱世の下国城によって、三好氏が強制となり、十字から八代の地の重都氏は、三好氏の親族にして、重臣の統合ありほに仕えた。 しかし、重と氏は、1579年に、脇坂の戦いで撃たれ、時代を得重長も、三好長春に属して中富川の戦いで打ち死にし、さらに時代、尾江成義は、東郷有穂の故障をしていたが、後に、主君有穂とは別に、豊臣秀吉に侵入し、文後の次側の戦いで打ち死にした。三代にわたって、戦で亡くなっていることから、この頃は、 大正閣ではなく、中堅閣の武器だったことがわかる。また、成吉の弟、大江成常は、兄同様と与と氏に仕え、1614年、大阪冬の陣の在陣中、王の数馬洋一が押し寄せた際、修命を守るために傷を受けたといい、1615年、大阪夏の陣には、この大江成政と共に出陣したという。その後、戦いの中で生きながらへ、 成政の弟の老い重げの系統が、三間郡森山地方で昭屋として幕末に至ったとしている。なお、末江に、老え豊かがいる。分流としては、岡田家家電によれば、十字の六代後の老い大春のこの老え昭吉武が、阿波細川氏に仕え、天文年間に、君公から貞光すっこの所領を許され、岡田小吉武として、 おかだしを起こして、やはりでしょうやとして幕末に至っている。大田両方か通説的見解に従った形図を書きに、記す。ありがとうございます。